目指せ北関東制覇ピエールです。お菓子どころたこ屋さんって見えますか？そして右にお菓子パークへようこそと書いてあると思うんですけど、本日私は栃木県小山市にありますたこ屋さんお菓子パークの方に来ておりますということで、左がねもうそのまま工場なのね。たこ屋さんの工場の横に併設されたまあところで工場見学とかまあいろいろ販売されているものとか、あとまあ有名なよいしょ、うん、逆だから読めないね。というわけで行ってみたいと思います。正面来ましたよ。株式会社たこ屋工場直売お菓子パーク、お菓子パークへようこそ。でまあ書いてあるちょっと小さく見えるところで、みかもの付き詰め放題ということで、みかもの付きっていうのが多分北関東の人ならみんなご存知じゃないかなというところで、そこの、詰め放題があったり、まあこんな感じで本当パークだね。まあこれ建物の外で、まあ外でこう食べることもできたり、まあ土日限定だとそこに書いてあるたこ屋食堂さんがあったりっていうところですね。あっちもみかもの付きって完全に書いてあるね。というわけで入っていきましょう。あ、左で工場食売、ここで見える。朝一だからまだ作ってはいないね。でこっちが子供が遊べる感じか。あ、ここに書いてあるね、順路が工場見学。あ、完全に、見落としてた。出来たてや。あ、型か、お菓子の型か、和菓子の。あ、面白いね。で、その右に、まあ、工場が見えまして、こっちがキッズ広場で、ああ、その向こうで作り方のやつが流れてるんだね。で、似顔絵こっち。お？和菓子の冷凍自動販売機。すごいね。あ、みかもの月もここにあるんだ。で、まあ、あとは、まあ、飲み物だったりっていうところがあって、で、今度、こっちの奥に行くと、たこ屋さん、こっち行くと、この、いろんな店があって食べれるのかな。すごいな。いろんなお店の直売店。ある感じだね。で奥で三釜の月の詰め放題やってるのか。なるほどね。試食とかもある、ね、で今度こっちに行くと、あ、こっちで今度ショップの方になってるわけね。フロアマップが入り口に、まあ、飛び出したけど食パン工房があって、さっきの、工場が見えるとこあって、いろんな専門店があって、詰め放題とか和菓子作りが体験できて、紙どころ、あ、違う、この先か、和菓子直売所があって紙どころがあるんだ。で2階が休憩室、2階行けんのかな。再び外に戻ってきました。さっきの土日限定でやってるたこ屋食堂って結構いろんなものあるんだね。そしてステージがあって、なんかずっと歌が流れてるけど、なんかこれたこ屋アイドルの歌なのかな。でキッズパークで外で遊べたりもすると。でちょうどね、10月の終わりぐらいとかに、まあこの工場祭りみたいなやつなんですけども、それが終わって、まあ、ちょっと一段落来てるとこではないかな。7月になんかオープンの書いてあるな。スイーツ&カフェレストランもオープンしてるみたいですと。じゃああとはここのもの食べていこうか。8番で書いてある2階のくつろぎルームというところに来ました。朝一なんで誰もいませんけど、そしてねやっぱりお菓子の工場に来たら買わないといけないね。中に入ってる専門店のところで買いました黒蜜きな粉のわらび餅とみかもの月とそのマロンですね。期間限定でしょう。でね、これ買った後気づいたんですけどね、
最後に7番で甘味どころっていうのがあるんですけども、そこにすごい美味しそうなモンブラン売ってた。さすがにもう食べれねえ。スイートポテト、あ、すげえうまそうじゃん。というわけで、こっちの3つを食べていきたいと思います。中の冷凍自販機の方でみたらし団子の缶を買ってきましたね。これで2個入ってんのかな、1缶に。まあ瓶だけどね。でまあ600円というところで、いいよねこれ、映えるよねこれ。まあということでこんなのもありますと。はい、というわけで本日は栃木県小山市にありますたこ屋さんのお菓子パークでございました。いやー、みかもの付きマロン美味しかった、すごい。でこのみかもの付き詰め放題、1個があれ220円なんだけども、500円で詰め放題とかできたりするんで、やっぱそこら辺はいいよね。やっぱ工場直売だからこそできるようなことだよね。はい、アクセスです。車ですと東京の方からだと4号バイパスずっと北上してもらって、小山市内の方に曲がってもらえれば着きますと。高速で降りるとしたら、まあ佐野富士岡になるのか、それとも五感の方から降りてもらってという形で行けると思います。電車ですと小山駅の方を下車しまして、2キロぐらい、まあ徒歩30分ぐらいで行けるとは思いますと。でまあちょっと寄らなかったけどね、パン屋とかで、まあ、あの高級食パンだったりこうフルーツサンドとかあったりするんでね、そこに関しても良かったりするのではないでしょうか。というわけで本日は、このたこ屋さんのお菓子パーク、いやどんどんねこういう風に盛り上げてほしいねというところで、皆さんもぜひ小山市の方に来てください。ご視聴ありがとうございました。